この症状があると、マグネシウム不足？マグネシウムが多い食材で痩せる。質問です。マグネシウムの多い果物は？バナナ、リンゴ。答えはバナナ。おすすめレシピは、はちみつバナナ酢。バナナ。皮を剥く。皮を除いて約 100g。マグネシウムは約 32mg。2センチに輪切りする。マグネシウムは600種類以上の酵素反応を活性化する。不足すると肥満、糖尿病、高血圧のリスクになる。リンゴ酢。厚生労働省の国民健康栄養調査では女性は1日 50mg、男性は 100mg、マグネシウム不足なの。マグネシウム不足のチェックリスト、4つ以上当てはまったら要注意。蜂蜜。よくかき混ぜる。蓋をしないで電子レンジ600ワットで50秒。加熱する。お酢にバナナのマグネシウムが溶け出すの。バナナとして食べるよりも体内での吸収率がアップする。清潔な保存容器に移す。蓋をする。常温で一晩置く。いつでも作れるようにチャンネル登録お願いします。1日大さじ1杯を目安に水で薄めて飲んでください。常温で1年間保存できる。バナナは1週間後に取り出してください。次、マグネシウムの多い野菜は？ごぼう、人参。答えはごぼう。おすすめレシピはごぼう酢。ごぼうを洗う。ごぼう 100g でマグネシウム 54mg。 今回はごぼう 200g を使う。皮にはポリフェノールが豊富です。皮は剥かずに薄切りする。ごぼうは不溶性の食物繊維、水溶性の食物繊維、両方バランスよく含まれる。フラクトオリゴ糖も取れるの。お酢。マグネシウムは食事中に油や脂肪と一緒に摂ると吸収率が下がる。酢漬けは食前に食べるなら吸収もされやすい。蜂蜜。すりごま。よく混ぜる。電子レンジ600ワットで3分加熱する。レンジから取り出す。蓋をする。常温で一晩置く。50g を1日2回食べる。便秘解消、痩せた。腸がきれいになって代謝が良くなった。残った漬け汁はサラダのドレッシング、炒め物の調味料に使ってください。マグネシウムを手軽に補給したい方はピュア MG にがりエッセンスがおすすめです。マグネシウムを食品だけで摂るのは難しいけど、
たった数滴でミネラルをプラスできる。にがりウォーター、水。にがり2滴、加えるだけ。ベルーチェさんのピュア MG にがりエッセンス。マグネシウムが 100ml あたり 4200mg。不足分を手軽に摂取できるの。持ち運びしやすく、即場でのランチ、外食、旅行の時、ピュア MG を水に加えるだけで、マグネシウムを簡単に摂取できる。炊飯時にかける。お米1合。にがりを2滴入れる。ピュア MG にがりエッセンスはカリウムやカルシウムもバランスよく含まれる。炊飯時にマグネシウムを加えると、ふっくらツヤツヤ、甘みのある炊き上がりになる。味噌汁に加える。味噌汁一杯、にがりを2滴加える。よく混ぜる。味噌汁や煮物にかけると、コクが生まれるから、料理に使いやすい。一日の使用量の目安も書いてある。ヨーグルトに混ぜる。ヨーグルト。蜂蜜。にがり2滴を加える。マグネシウムの専門家横田先生のお話では、マグネシウムを摂取する習慣があると糖尿病の発症率が 47% 減少したという研究結果がある。きな粉。お肌がきれいになった。にがりで血圧が下がり、薬の量を減らせた。50代女性を知っているので、すごいと思う。管理栄養士のダイエットポイント。マグネシウムを補給する。マグネシウムの多い食材20選。蕎麦。今回ご紹介したバナナ、海苔、ひじき、豆、きな粉でも OK です。五穀、豆腐、抹茶、ごま、野菜、おすすめはごぼうです。魚、しいたけ、いちじく、昆布、牡蠣、お芋、納豆、とうもろこし、くるみです。ダイエット効果を高めたいというあなた、マグネシウムを手軽にプラスできる。ピュア MG にがりエッセンスを試してほしいです。ベルーチェさんの公式 LINE にご登録すると 20% オフのクーポンもゲットできる。概要欄から LINE に登録してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。